クリストファー・アライリー・マーティンは、アメリカ合衆国テキサス州タラントング・アーリントン、出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB のアトランタ・ブレイブス所属。2004年の MLB ドラフト18巡目で、デトロイト・タイガースから指名されたが、マクレナン・コミュニティ・カレッジへ進学した。2005年の MLB ドラフト21巡目で、コロラド・ロッキーズから指名されたが、契約には至らなかった。 コミュニティカレッジ時代に肩に大怪我を負ったため、一時期野球をやめて、倉庫従業員を行っていた。倉庫従業員時代、同僚とキャッチボールすると肩の痛みが見えていたことに気づき、野球を再開することになった。2010年には独立リーグである、アメリカンアソシエーションのグランドプレーリーエアーホッグスでプレー。13試合に登板して4勝0敗。 防御率1.9636奪三振の成績を残した。2011年3月31日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。5月から参加の A 級グリーンビルドライブでプレー。7試合に登板して4勝0敗、防御率2.17、28奪三振と高騰した。6月に A 級セーラムレッドソックスへ昇格。 13試合に登板して2勝1敗4セーブ、防御率0.92、24奪三振を記録した。8月に AA 級ポートランドシードックスへ昇格。3試合に登板して0勝1敗、防御率15.88、3奪三振を記録した。2012年は AA 級ポートランドでプレーし、23試合に登板して3勝6敗、防御率4.48、 65奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2013年はまず AA 級ポートランドで12試合に登板。2勝0敗、3セーブと結果を残し、6月にトリプル A 級ポータケットレッドソックスへ昇格。30試合に登板して3勝3敗にセーブ、防御率3.18。 47奪三振を記録した。2013年12月18日にジョナサン・ヘレイラとのトレードでフランクリン・モラレスと共にロッキーズへ移籍した。2014年は参加の AAA 級コロラドスプリングススカイソックスで開幕を迎え、4月25日にロッキーズとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。翌26日のロサンゼルス・ドジャース戦で、 メジャーデビュー。3点ビハインドの5回裏一種から登板し、1.2回を投げ1アンダム失点に脱三振だった。この年メジャーでは16試合に登板して、防御率6.89、14脱三振を記録した。2015年1月5日に、ディーフとなった。2015年1月13日に、金銭トレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。 ヤンキースでは24試合に登板して0勝2敗、防御率5.66という成績に終わり、メジャー2年目も初勝利はお預けとなった。オフの11月2日に FA となった。2015年11月4日に北海道日本ハムファイターズと契約に合意したことが発表された。2016年当初、中継ぎとして起用される。シーズン中盤に、 抑えの増井博都氏が成績不振により二軍落ちし、その後先発に転向したことで抑え、配置転換。球速は最速 158km まで伸び、防御率1.07、ホイップ0.63、投球回を上回る57奪三振を記録する絶対的クローザーとして君臨した。シーズン終盤に、 右足首の故障で離脱するも日本ハムの4年ぶりの優勝に貢献した。2017年オフの11月10日に MLB 復帰を目指すため退団することが発表された。12月2日に FA となった。2017年12月15日にテキサスレンジャーズと2年、総額400万ドルの契約を結んだ。2018年4月11日に前年までの2年間、 元チームメイト同士だった大谷翔平が移籍したロサンゼルス・エンゼルスと初対戦した。なお、直接対決はなかった。9月26日、エンゼルスとの試合で2から2と同点の8回に、登板し、1アウトランナーなしの場面で大谷と初の直接対決。カウント2から2からの6球目、153キロの外角直球を左翼席上段に運ばれた。 後続は断ったが、これが決勝点となりチームも敗戦した。このオフの日米野球に参加し登板している。2019年7月30日にコルビー・アラードとのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍した。オフの10月31日に FA となったが、11月19日に2年総額1400万ドルで再契約を結んだ。2020年から 背番号は55となった。メジャーではリリーフとして、最速96.7マイルパーアワー日本での、最速時速159キロメートル、平均94.3マイルパーアワーのフォーシームを、全投球中の約5割を占め、その他に平均時速146キロメートルのカッター、平均時速151キロメートルのシンカーといった、速球系と、決め球である、 平均時速 133km のカーブを持ち玉とする。ピ・チフ、X 上では2014年にスライダーとツーシームも一球ずつ使用している。ありがとうございます。